富士キャビンは日本の自動車関連企業、富士自動車が1955年に発表し、1956年から1957年にかけて少数生産した全2輪、51輪の超小型車である。日本における軽自動車開発模索機の代表的な作例であり、当時最新の素材であった繊維強化プラスチックを日本で初めて車体材料に用いたことでも、 画期的であったが、商業面では失敗に終わり、わずかな台数が生産されたに止まった。メトロポリタンエージェンシーズ株式会社から発売された。富士自動車は在日米軍の軍用車両の修理、解体、再生やオートバイ用エンジンの製造を行っていた企業で、スバルの富士重工業とは無関係である。当時の富士自動車社長の山本総司は、 日産自動車の元幹部で自動車生産に進出する意欲を強く持っていた。富士キャビンの設計者はダットさんの車体デザインや先行して1955年ミエ製作所で開発された軽自動車フライングフェザーの設計を手掛けた自動車デザイナー、エンジニアの富谷隆一であった。商業的に成功しなかったフライングフェザーの開発後に 富士自動車に移籍した富谷は彼の長年の小型車開発テーマであった最大の仕事を最小の消費でに再挑戦した富士キャビンの原型は1955年にメトロ125の名で発表された日本では先例のほとんどなかったヨーロッパ風の後一輪式キャビンスクーターであり簡易四輪車のフライングフェザーとは異なったアプローチから 超小型車のあり方を追求した製品であった。ボンネット前端にヘッドランプを1個装備し、ウエストライン下には旧木口も兼ねた大きな開口部を持つユーモラスな流線系ボディが外観の特徴であった。ヘッドランプを1個としたのは部品数の削減が狙いで、開口部はボディセンターのバックボーンともなる。富士キャビンの最大の特色は車体に FRP を用いたのみならず、 世界で初めてモノコック構造全体を FRP のみで構築する先駆的手法を採用したことにあった。この手法を用いた日本以外での最初の例は1957年にイギリスで開発された初代ロータスエリートと言われ、それよりも2年早い画期的な開発であった。FRP は強度を要する重要部分は発想、それ以外の部分は酸素として、 強度確保と軽量化の両立を図っている。車両重量は1 4 0ラムに抑えられ、大人なら一旦を持ち上げて向きを変えることも可能であった。サスペンションは試作車の段階ではゴムの引っ張りを利用したが柔らかすぎるので生産者では圧縮を利用する方式に変更された。車内は並列にザ・右ハンドルとなっているが、車内のシート自体が ボディ構造体の一部をなしており、FRP の上に座布団を敷いて座るような簡素な作りであった。また、助手席を運転席より 200mm ほど交代させることで、狭い福音での居住性と、ドライバーも助手席側から乗降できるスペースを稼いでおり、初期モデルのドアは左側1枚のみとした。もっとも、これでは実用上不便であり、利便性を考慮して、 生産途中から左右にドアに改められ、車両重量は 140kg から 150kg に増加した。パイプ製ステアリングホイールは、血縁状の独特な形で、減速気候自体を欠き、扱い良いものではなかった。エンジンは、富士自動車が、中小オートバイメーカー向けに生産していた、汎用エンジン、ガス電 SA-1 型クーレにストローク。 単気筒 121cc を射出直後の床下後輪前方に搭載し、スクーター同様のスイングアームレイアウトでチェーン駆動した。軽量化と簡素化のため電動セルフスターターはなく、クラッチがシフトレバー作動であるために開いたドライバー足元左側に大型のキックスターターペダルを装備してエンジンを始動した。ブレーキアクセルの両ペダルは通常配置だが、3速式の シフトレバーはドライバーの右側側面配置、左方向に傾けることでクラッチが切れ前方に倒すことで順次診断するオートバイ風のメカニズムであった。独立したパーキングブレーキはなく通常フットブレーキをいっぱいに踏み込んだ状態で別のストッパーを操作して駐車状態とした。最高速度はカタログ上時速6 0トルに達したが 独特の変速レバーは扱いにくく、軽量化を図ったボディもエンジン性能に対しては、過大重量気味で、タイヤサイズ過小やトレッド不足もあってドライバビリティは、かんばしいものではなかったという。またワイパーは運転者が左手で操作する、原始的な手動式で、屋根は、あれども天展示の運転に難重させられることは、必死であった。 発売前に出された広告1955年8月、富士キャビンは1956年8月から生産開始された。価格は23万5千円で、二人乗りの自動車としては廉価ではあったが、操縦性や乗り心地が悪い上に換気が悪く、夏はひどく暑くなり、冬になってもヒーターがないという実態は、全くの屋根付きスクーターに過ぎなかった。 新素材であった FRP でのボディ生産技術が未熟で効果工程を長く要するため量産性も悪いという根本的課題を抱えており、アクロの多かった当時はショックを自ら受け止めるモノコックの FRP 車体にクラックも多発、メーカーはこれによるクレーム対策にも追われた。生産性や商品性に問題が多かったことは否めず、結局フジキャビンは 十分な量産体制を確立できないまま、翌1957年12月までに85台を生産したところで製造が中止された。反製品の FRPE ボディが数十台分残り、用途もないため台部分が破砕されたとされる。構成サブフレーム上に FRPE ボディを乗せ、エンジンも強力なものへ変更する、より堅実な構造への改良も検討されていたが、 試作には至らなかった。富士自動車は1961年の全日本自動車賞にガスデンミニバン EM36 を出品するまで自動車製造から一時撤退を容疑なくされた。生産台数は極めて少ないが屋外でも構造劣化しにくい FRP 素材の特性からボディ普及による損耗全スクラップ化を免れた一面もあり、トヨタ博物館と 日本自動車博物館に実写が保存されているほか、愛好家による少数の保有、復元再生事例があるなど、かろうじて少数の実写が残されている。ありがとうございます。